こんにちは、シドニー在住のエリカです。今回は担当者から連絡があり、気になっていたバッグが入荷したということで朝10時に行ってきました。店頭のディスプレイがとっても可愛かったです。去年最後にエルメスに行ったのが12月31日で、今回は値上げ後の年明けだったので去年より 10% 以上値段が変わっています。担当者がバッグを取りに行っている間はツイリーやスカーフ、ベルトなど小物の商品をチェックしていました。担当者を待っている間はドリンクが提供されます。朝早かったのでコーヒーをいただくことにしました。ソイラテを注文しました。エルメスのカップがとっても可愛くて写真映えします。ちなみにオーストラリアではエルメスカフェはないので、店舗に行った時にカフェを満喫しています。オーストラリアではコーヒーがとっても美味しいので、とってもハッピーな朝を迎えることができました。こちらはディスプレイですが、食器がとても可愛くて揃えたくなっちゃいました。無事にバッグを購入することができました。購入品は近々ビデオで紹介したいと思います。チャンネル登録してくれると嬉しいです。